お付き合いすることになりました。ついに花ちゃん売り切れましたので、関東の聖地に。ああ、おはようございます。おはようございます。富士山からおはようございます。富士山やないですか、あれ。なんかすごいのおると思ったら、まあ本当富士ですよ。ちょっと待って待って、これそっちや。なんやなんやねん、富士山、富士山、ブルルルー。ということで今日は富士山まで遊びに来ております。ブレスタッバグです。ブレスタハラちゃんです。ねえねえ、もう富士山ってさ、でかいね。ねえ、聞いてる？朝ね、ちょっともやっと落ち着けて、富士山見えるかななんて話してたけど、もう、なんていうの？富士山がこう、ウェルカム的な感じでこうパキッとしてくれてるよね。ほんとやろ、さっきまでモヤモヤしてたのにさ、今ちょっとパキッとしてんじゃん。おー、ブレスト来た来た、言うて。待ってたよ、バカ山って言ってる。チラリズム富士山。チラ？チラ。近い近い近い。はじめましてなんだけど、本当に。はじめましてではないでしょ。そうだね、新幹線でチラ見する程度しかマジで見たことない。片思いだったわけね。かなりの勢いで、遠距離の片思いだった。それが今、告白できるところまで来てしまった。そういう感じ。じゃあ、送っていいですか。どうぞ。今日は、花ちゃんが山中湖で愛を叫ぶ。富士山への愛を叫ぼうかなって思ってる。どうも。なんだよ今の失笑ってやつ。あ、もう隠れちゃった。恥ずかしいっすか。やだよ、照れるもんじゃないよ。あ、くねくねだよって言ってる。何だっけ。はい、裏折りある。つづら折りが出てこんへんって言った。人生で初めて聞いた。これがつづら折りです。甘い甘い。山梨ちゃーん。ほんじゃやっぱさっきは静岡だったんだね。そういうことですよね。お邪魔します、山梨県。山梨県はじめまして。わしもありがとうございます。ブレストブレストでございます。お邪魔します、失礼いたします。ヘアピンカーズ曲がる。あーあー、今のギリギリお攻めになられてましたね。曲がりきれんかっただけ。あ、これし、ああああああ、あ合ってんのか。合ってない。あは、あは、おえ。まあさ、山中湖って大きいしさ。どっか走ってれば見えるんじゃない的な感じ。でもみんなこっち来てるからこっちで合ってんじゃない。この家具のおじさんがきっと知ってる。何かを知ってる。ついてけばよ。どこナンバー。平塚市。どこよ。わかんないな。千葉県っぽい名前だな。じゃあ観光か。じゃあ合ってるな。わあ、見えた。何も見えんか。山中湖よ。ああ、正面か。何も見えなかった系です。何も見えてなかったっす。うわ、すっげえ。振り返ったらやばかった。振り返ったらヤツがいる。ヤツがいるよ。本格的にヤツがいるよ。え、おい、やば。わ、やば。ミラー越しに行こう。おやべ、みんなに見せたいけどちょっと無理、今無理。ってことはこれ反対だったかね、回るのね。反対だった。さあ、山中湖ツーター。ほっほっほ、これですよ皆さん。富士山って知ってますか。あれ富士山やんね。お、そうやな。あれ富士山や。あれ富士山やな。富士山や。当たり前のことしか出てこんけど富士山やん。あれ、あの撮影無視して撮影するのやめてもらっていい。あ、ダメでした。いや、いいけど、撮影無視して撮影するのやめてもらって。ダメだった。いや、別にいいけど。すいませんね、撮影無視して撮影はダメ。いいけど。鍵刺したまんま来ちゃった、そういえば。うん、よっぽどパクられんとは思うけど。そんなことはわからんし。鍵ぐらい抜きたいし。いやまた撮影無視しちゃった。どうも。富士山にたどり着いたブレスト。どうですか。これが日本を代表する山の富士山ですよ。はじめまして。これが噂の山中湖ですよ。富士つかみ通り。さあ、というわけで次の場所へ行きましょうか。どんなの。
愛を叫ぶんじゃなかったんですか。あ、しまった愛してるよ、俺もって聞こえた。よし、富士山と両思い。両思いやったもんな。まさかのお付き合いすることになりました。富士山です。あ、富士山。いや、富士花になるってこと今度から。そうですけど、富士花になります。あ、そうですか。自己紹介しましょうか。私本日より富士花です。ありがとう ありがとうございます。いえいえ、私日本の象徴の妻になるから、正式な崇め立てまつっていいよ。崇め立てまつっても形容崇め立つ立て富士花です。あ、どうも藤原さん。どうもどうも、正式な妻になりました。藤原と申します。よろしくお願いします。ご結婚おめでとうございます。ようやく収まりましたよ、私も。そうですか。ありがとう。おめでとうございます。幸せ、幸せよ、とってもとっても。今からですね、そんなあの新婚の藤原さんにバージンロードを走ってもらおうということでバージンロードという名の同士道へ。ありがとう、結婚ありがとう、できたよ、私もついに。全国の皆さん申し訳ございません。ついに花ちゃん売り切れましたのでソールドアウトという形で失礼いたしますライダーの聖地と呼ばれてますか。確かにね、みんな写真あげてるもん。関東の聖地に向かいたいと思います。失礼します、岐阜県民です、ありがとうございますさあ、ここからが関東のライダーの聖地。ついにこんな遠くまで来ちゃったね、かわいい集まる噂の道の駅か。行ってー、行ってー行くやー。名刺を5枚配るミッションね。何これ、何がそんなミッションあったの。うん、今発動しました。めっちゃ振ってくれるじゃん、みんな。皆さん元気よく返してくれる。私が岐阜の田舎ってって気づいてねえべ。都会の女と思われてるよ。残念だったな、岐阜の山の中から来たんだそんな黙ってないと思ってる。めちゃくちゃオールで、あっちも止めれるもん。あれ、これ何、同志くん、何これ誰チャリタヌって書いてある。チャリタヌ、チャリタヌ。お付き合いすることになりました。富士さんです。日本の象徴の妻になったから、正式な富士花です。じゃあ行くしかないよね。うまい方やっててほしいな。え、どうしよう、神奈川県だ。神奈川まで来ちゃった。おどこだどこだどこだ、俺の揚げパン。あ、やっと来れました。1個ずつでいいですか。ほら、これだけ